まあ、ね、安定成功が、はい、安定成功が入って、石油基地っていうのは1973年が第一、はい、第二は1979年です、はい、でその前までは高度成長、はい、石油弱弱安かった、はい、ところが第一オイルショックで、はい、まあ、石油は一時は10倍以上だったというようなことで、はい、そこで、まあ、日本が日本経済の成長は止まったと言われている。で事実高度成長はそこで確か止まりました、はい、でところがその後日本はね、石油危機の克服というのはものすごく成功したんですね、うん、どうしたかというと省エネ機器を作ってたんですね。省エネ機器を、はい、例えば今はね当たり前かもしれませんけどね、各部屋に冷暖房の、ね、冷房も暖房も一括でできる小さなエアコンがあるじゃないですか、はい、こんなのはね家ではなかったんですよ。エアコンといえばねセントラル中心で、しかもクーラーだけですよ、うん、それから暖房といえば暖房のでっかい機械だけです、はい、ところがその石油危機以降ね、そういうものを日本が開発して、それで、まあ、国内でまず需要、それでどんどん輸出した。これは大成功だ、ね、世界で一番早く石油危機を克服した。そこでどうなったかというと、結局輸出がどんどん伸びるとね、ここが入ってくるんですよ。で結局国民所得は、ね、どんどん増えていった、はい、それで結局それは同時に預貯金が増えていった。国民のね、国民の預貯金が増えると、貯金っていうのはね、お金って天下の回り物で回さなきゃいけないんですよ、うん、例えば100お金が預金が余ったと、それを50しか使わなかったらね、そうすると残り50どうなっちゃうんだって言うと回らないんですよ、うん、回らないと結局経済成長しない、うん、100あったら100使わなきゃだめ、うん、だから江戸時代のね、江戸子は、はい、余分のお金は残すめにして飲めや食えやってやったと、はい、これ一番ね経済のためにいいわけですよ。だからそれをやんなきゃいけない。そこで考えたのは、石油危機以降ね、100の貯金があります、ね、まあ50しか民間じゃ使い切れないね、じゃあ残りの50を政府が使って、そして当時、まあ社会保障とか、ね、道路をはじめ、はい、水道とか電気施設とか、あらゆるいわゆる社会保障ですね、ビューフ、それをに使いました。これが公共投資で、これはね非常に政策的に成功だったんですよ、ね、それでそれで余ったお金を政府が使いますと、経済の底支えになる、底支えになると民間需要が増える。でそれがずっと来たんですよ。バブルの時にね、ちょっと行き過ぎたことは事実なんでね、行き過ぎた不動産バブルを煽った、はい、まあ、その不動産バブルを煽ったのもね、早く抑えればよかったんだけども、財務省が抑えないようにして税収を黒字にしようと思ったっていうことを、まあ90年代になって論争されましたよね。でそれが元になって実は財政と金融が分離されたんだけども、まあ、いずれにしてもそういう議論があるぐらいだけども、まあ、いずれにしてもバブルの時には赤字国債ゼロだったんですよ、1990年にね。でそれだったんです。ところがその後ね、一時的にまあバブルの後遺症みたいになって税収が上がらなくなったけども、ある程度公共投資出したんですよ。これは成功だったんですよ。だからこういうデータもあるんですよ。1994年から2004年までの10年間でざっとね、景気対策に使った、事業ベースね、はい、事業ベースでは財政の真水と、それから、はい、いわゆる財政投資で出したので、ざっとこれでこの考えがね130兆ぐらいあると言われてるんですよ。これは2004年に参議院の予算調査室が作ったデータです、うん、私手元に今ありますけども、はい、約大体その間130兆のお金が出た。その結果 GDP はざっと100兆だったんです、うん、だから結局データで分かることは、バブルの時にね、高市省で結構あまり税収上がらなかったでしょ、うん、税収は上がらないんだけども、名目 GDP は上がってるんですよ。それで結局だから、まあ500兆っていう数字が先出てきたんですね。500兆に達したのは大体2000年度、うん、ちょっと、まあ、1990年代の後半ですね、後半ぐらいから、まあ、なって500兆円です。結構早くなってきたんですね。これは成功だったんです。ところが、その流れを崩したのが、最初に崩したのが橋本財政改革、うん、1997年にその財政改革を始めたんですね。この財政改革は、ね、5年で財政赤字を縮小しようと、それで結局縮小してしようと。それでだからこれどういうことかというとね、石油危機以降ね、ずっと財政赤字っていうのは実は日本の財政は全部赤字なんですよ、うん、赤字だってことは税収を上回る歳出をしてた、はい、それでその例えば税収が30兆です、ね、
かし支出は35兆とか、大体5兆から10兆ぐらいなんですが、そのぐらいのことを出して、多くそのプラスしてた分は公共投資です。公共投資でさっき申し上げたように資金をうまく回してたんです。ところがそれを1996年に、ちょうど財政改革と称して、その言うならばその赤字部分をゼロにしましょう、ということになった。そして97年に株が大暴落した。これはもう大変だった。株が暴落した。それで不良債権ができた。それで結局金融恐慌も起きちゃったんですね。だからそこで第1回もう大失敗したんです。でそれをね、盛り返したのがその後の1998年、橋本総理は退任して、でその後1998年には小渕総理になった、亀井政調会長っていう、まあ、非常に先見性のある人がいた。で亀井政調会長についてね、一つ申し上げておきますと、まさに橋本財政改革がその閣議に閣議で、決定されたのが1996年6月です、その時に当時運輸大臣だった亀井さんは、いやちょっと待てと、これ今ねやるとね景気は悪くなるしね、資金も何でもおかしくなるんだと言った閣僚ですよ、いや実に考えてみるとね、それこんなことやったら財政恐慌危機どころか、解消するどころか、もっと大変なことになるよってことを言ったんですね、あの人は大変な人なんですよ、こうやって事実で見ると、あの人の言うことはちっと当たってるんですよ。それで結局、まあ、しかしそれも無視されて、結果的には橋本さんは辞任して、大内さんになって、大内さんになって、まあ、1998年に大内内閣になりましたね、8月に、でその後、まあ、結局亀井政調会長は、これは1999年に就任するんですけど、秋に就任するんだけども、それで98年はまず金融危機を解消する、で金融危機を解消するんで、その60兆円の、ね、金融安定化スキームを作ったんですよ。でその時に、まあ、銀行に公的資金を入れて、それで銀行 の, まあ、その財務体質を改善させよう、自己資本の減価を防ごう、で不良債権を処理しやすくしようと言って、それを提案したのは当時亀井さんです。出席はつならないです。梶山さんも同じ。その前に梶山さんがね、いろいろ努力されたことは事実、私も本人に固めてまとめてあります。実感なき政改革にその金融恐慌の罠といってね、実はこれ、まあ、自己宣伝するつもりないですけど、3番まで行ってね、1万5000円ぐらい行って、一時なんていうか、2008年の、ね、前半の最優秀本に選ばれたこともある。経済賞という、経済賞で、まあ、賞はもらえません、それをテレビでね、森永さんが提案したりなんかされたことある。まあ、いずれにしましても、そこではっきりし言えることは、やっぱりその日本は貯蓄が余ってる、それをちゃんと回していくためには、民間だけじゃ無理だから公共投資出さなきゃダメよと、でそれを一旦潰したのが橋本総理で、失敗して元へ戻している。だからうまくいったと思った。ところが同じことをね、同じ失敗をやったのが小泉構造改革です。小泉構造改革は小泉さんは2001年4月に就任しましたけど、構造改革って言った、で構造改革で彼が言ったのは緊縮財政やって、橋本さんみたいにやれと、もう一つはその金融を緩めろと、金融を緩めて財政をしろって言えない。それで結局もう一つは、不良債権を徴収、そこで高中さんが出てきて、2002年にね、まあ、出てきて、まあ、金融システム再生案なんて作ったんだけども、まあ、彼がやったことはデフレをやって時価会計を適用して、そして不良債権をどんどん増やしてと、増やした不良債権で銀行の自己資本を減額させる、そういうことによって金融を次々と潰していったんですよ。そうですよ。だから UFJ 銀行を潰したのは意図的に潰してます。あれは私はちゃんと分析した本も書いてますから、どこ行っても議論をし、あれですから、議論をしますし、まあ